ナキさんといえばアクロバット、パワームーブ全部得意なんですけど、その中で一番得意なフリーズありますよね。今日はこれにチャレンジしていきましょう。フレイバージャパン、イエーイ、フレイバージャパン TV、 イエーイ、おいいです。第1、ニコラス、スマイルです。えいよーよーよー、やってまいりました。やってまいりました。今日は何をするんですか。はい、今日はですね、定番企画チャレンジシリーズ。そう、チャレンジシリーズって何ですか。説明しますか。チャレンジシリーズとは、得意不得意関係なくいろんな技にチャレンジしていくシリーズでございますということで、はい、ここ金目町、はい、ブラックポイントで撮影しております。レッスンとかもやってます。そしてチャンネル登録まだの方、引き続きよろしくお願いします。はい、ということでやっていくのはですね、はい、今日はスナックさんがいるじゃないですか。スナックさんといえばアクロバット、パワームーブ全部得意なんですけど、その中でフリーズ、一番得意なフリーズありますよね。そうですね、はい、片手上げです。片手上げ、でしかも後転から片手上げですね。そうです。もしくは肘ですか。ですね、はい、これめっちゃかっこいいんで、せっかくなんで見せていただきましょうか。やり方をちょっとお願いします。はい、お願いします。はい、お手本いきます。はい、ちゃんとドンキから入ってる。コツは何かあります？コツは、自分は最初もうずっと両手でやってました。後転倒立を練習して、最初、倒立はこれやってました。ポイントはしっかりここを潰してから上に蹴り上げるのが大事で、まあね、段階練習としては、最初両手で倒立上げてからマックスする。はいはいはい、で、徐々に片手にしていくっていうのが練習方法だと思います。マネが大事なんですね。今回はじゃあ肘でも OK にしましょうか。流れていきます。まっちゃん、ほんとだよ。おーすげえ、上げ肘の方がむずそうじゃん。むずそう。肘の方がむずそう。なんかこう、自分は上げて肘入れるっていう感じでやってる。上から刺さるんで止まりやすいんですよね。あ、ドンドンみたいな感じなんです。グッて。あー、じゃあ今日はこれにチャレンジしていきましょう。曲臭いっす。曲臭いちゃう。チャレンジしていくぞ。せーの、はい、ビーボーイカイチ、よろしくお願いします。はい、じゃあ両方やってみて。わかりました。肘は多分いけそう。お、いきます。滑るんすよね。滑るんすよね。次片手で上げます。ね、トランジションってこれ手のつく位置って小指から、なんかそっちの方が結構みんなやりやすいって言うんですけど、はい、これはまっすぐなんですよね。うん、いきます。うえ、おお、肘ぐらい、肘ぐらい。あれ、あれ見たいです。両手から手、はい、あれ、ああ、あれ見して、あれ見て。わかりました。しゃあ、うえ、いきます。おお、もう一回、もう一回、もう一回、あー、かっこいいって感じです。せーの、ビーボーイニコラス。ちなみに練習したことないです。あ、おお、意外とやったことないです。やったことない技にチャレンジするのがチャレンジシリーズ。一回流れじゃなくて普通に、あ、そうだね、そうだね、そうだね、オッケー。おぉ、両手で肩です。あー、いいね。何回、何回。おぉ、で、次肩で。おぉ、むずい。こっちに上げたらいけるかも。右肩か、こっち、こっち、斜め、確かに、みんな上げて一緒か。いきます。おぉ、おー、
後ろも広がった。広がった。ナイスチャレンジシリーズ。チャレンジシリーズ。せーの。ビーボーイ、タッチ。できそうだよね。アクロバットは一応できるんで、でもやったことはない。あ、何？もう一番すげえできそうだよ。そんなに？そこから。ジャンプそう。おえ。おえ。ちょっとムーブに取り入れちゃいます。あ、それやん、それやん。いきます。おー、普通に、やっぱ普通にできてる。今度バトルでこれ次めっちゃいい。チャレンジシリーズ、せーの、ウィッピーボーイスナック。いきますよ。じゃあお客さんも流れて、流れて。おお。綺麗に上がってたっすよね。これは結構昔実はやってたんですよ。へぇ、意外と昔の必殺技で肘フリーズだったんですよ。スレッド肘フリーズよくやってたんですけど、そうなんですけど肘痛くなってやめちゃったんですよ。え、タイチとか、いや、タイチやばかった。タイチ初めて、すげえ初めて。体操の後転からポンって上げたりするんですけど、多分それの応用だった気がするんです。じゃあ上手かったの。ほんとウインド上げとかね、パワームーブの上げも同じなんで、はい、ほんまに優しくください。ニコラさん、いけそうだった。いけそうだった。エアチャー、やばい、やばい、高めのエアチャー。まさかの。次会った時はエアチャーバシンって止まってエアチャー、やべえな。カイチもね、こういけそうだし、一応フェイクはできるんですよ。両手上げてから、両手スッて、でも直で語っていくんだけど難しい。さっき言ったように段階でちょっとずつ短くしてたら、あー、そういうこと。いけそうだね。頑張ります、頑張ります。はい、すいません。今日はね、みんなで後転片手上げ、もしくは後転肘上げ、英語で言うとローバックっていうのかな、はい、チャレンジしていきました。はい、はい、ということで、まだまだいろんな技にもチャレンジしていきたいと思いますので、コメント欄とかにも何か書いてもらえればチャレンジしてみたいと思います。そしてここ片目町ブラックポイントではレッスンなどなどやっておりますので、皆さん概要欄からチェックの方よろしくお願いします。そしてそしてチャンネル登録まだの方押してください。なんでチャンネル登録まだの方押してください。お願いします。ということで、はい、僕たちフレイバージャパン TV お届けいたしました。ではまたね、バイバイ。